お世話になります。取材班になります。ですね、こちらですね、アパートのですね全面リフォームということでですね、外交を着手しております。施主様のご要望によってですね、玄関のですねエントランスですね、を増築してですね、外見を良くしてですね、入居者のアップを図るというですね、ことになります。結構しっかりしたですね、分厚いですね、コンクリートの、エントランスになってまして、やはりですね、いろんなアパート経営されている方とかですね、いろんなですねところあると、まずパッと見たとき最初まず玄関ですね、そこがまずどうなっているかというところで、慎重にですね考えてですね、業者と打ち合わせをしてですね、納得いくリフォームというものをしていけばいいんじゃないかないのかなと思います。結構あとはポイントとしては、こういう玄関ですと入った時に、狭さを感じるということがですね、もしかしたらあるかもしれませんので、そういうことがないようにですね、綿密に、打ち合わせをですね進めてですね、後で違っていたっていうことがないようにですね、やっていくということが一つポイントになってきます。2階建てのですね、合計10部屋の、アパートの、外構ですねのところの、リフォームの様子になります。で、例えばですね、こちら、こちらですね、自転車置き場に、になるところでございます。非常にですね、スロープを作って、自転車置き場を作っていくという手前ですね。いろんなアイディアですね、入居者アップを考えている方々、いかにお客様に喜んでいただけるか、ということを考えたリフォームというものがいいのではないかなと思っています。あと、大体これで 75% ぐらいですね、外交が終わってるということですね。ちょっとした工夫で、ものすごい、ね、建物の見栄えというものが変わってくるんじゃないかなというふうに思ってます。